はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、フィットでね、ちょっとドライブということで、今日からね、ちょっと、ブログの方を始めようと思います。90日間ですね、毎日動画ということで、やってみようと思います。いやー、続くんですかね。まあ、とりあえずね、90日間で何か一つ、構築できるというね、ブログをね、ちょっと読みまして、そういうね、まあ、ちょっと本とかね、最近、読み漁ってまして、まあ一回ちょっとチャレンジしてみようかなと。ではね、とりあえず今ね、まだ朝のね、8時なんですけども、今から、モーニングを食べに行ってみようと思います。ブログってね、なるべくね、ちょっと、サクサクね、動画編集の方していきたいんですよね。ということで、私ね、今、ちょっとこれカメラね、今これ、これ1カメで今映してるのに2カメなんですけど、今日はね、2台体制で行こうと思います。あれなんですよ。いつもね、3台体制でやってるんでね、今日はね、ちょっと大きいカメラを置いてきちゃいました。この、まあ、とりあえずね、これ吸盤でね、よいしょ。これ片手じゃ無理やな。まあ、とりあえずね、カメラはここに置いておきます。はい、2カメ。というわけでね、行ってみようと思います。というわけでね、90日間、90日間毎日動画ということでね、えらいことを言ってしまいましたね。これね、毎日続くかどうかはね、何の保証もないんでね。ただね、まあ、ブログぐらいだったらね、なんかブログって言ってもね、内容のないねブログなんですけどね、まあとりあえずなんか手当たり次第ね、YouTube の方上げてみようと思います。あれなんですよ、今ねもう眠たいんですよ。まだ朝のね、まだ朝の8時なんで、まあちょっといつもはね、朝ね、パンとコーヒーでね、家で適当に作って食べるんですけど、今日はちょっとなんかモーニングは食べたいなということでね、ちょっと喫茶店にね、朝行こうと思います。わざわざね、喫茶店行くために車を出して行くんですね、私ね、たまにね。いやー、まだ目が覚めないですよ、もう。結構ね、最近週末ね、雨がね降るんですよね。なので、まあちょっとなかなか車の撮影もしにくいということでね、まあ試行錯誤しております。で、まあ90日間というとね、3ヶ月なんですね。3ヶ月である程度の、まあ、何か習得できると、一つのことをね、目標にして、何かを成し遂げるという意味では、まあ、3ヶ月、毎日続けるということなんですね。例えばね、週末にまとめて、ドカドカと勉強するんで、勉強とかね、何かをするっていうことではなくて、細分化して工夫するということで、まあ、一つのことをね、なるべく細かく分けて、やるというのがどうやらいいみたいですね。なので毎日ね、ちょっとずつ簡単にね、サクサクっとできることをねやっていこうかなと。で、私の場合ね、特にね、まあ何がしたいかなっていうのはあったんですけど、まあ一つはね、私日本語しか喋れないんですよね。なのでね、ちょっと英語をやっぱ昔からね習いたいなと思ってるんですが、まあ、例えば1日1個だけ単語をね覚えるとかね、なんかしたら90日間で、まあ、そこそこ 90単語覚えれるわけですからね、まあ、それだけでもすごいですよね。まあ、ただちょっと肩の力を抜いてね、90日間続けるわけなんですから、まあ、何が一番私にが今できることかなということで、まあ、やっぱり YouTube なのかなと。YouTube 簡単なんですよね、本当にね。こうサクサクね、こうあんまり編集さえね、こだわらなければね、本当に多分毎日できると思うんですよね。まあ、唯一私が楽しんでできることっていうと、まあ、YouTube しかないかなということで、まあ、とりあえずブログというものを始めてみようかなという感じですね。まあ、ボソボソ喋ってますけど、今これね、今ピンマイクをね、ちょっとつけてやってます。これ今ね、正面に映してるカメラで、やってるんですが、
そこからねピンマイクを直接つなげてやってます。この方がね単一性で声が綺麗に取れるということなんですね。あんまりね雑音入ってないと思いますね。よいしょ。でもう一つねやってみたいことがあるんですよね。ホームページホームページをちょっとねやっていきたいなと思うんですけど、これはねちょっと私全然慣れてないんでね毎日はできないんですが、ちょっとやってみたいなと思ってるんですね。でまあ今までのね車の、レビューをしてきたものをまあちょっと、まあそれも細分化してね一つの動画を細分化してまあ一つの ブログに、するということですよね。ただねあまり文章力がないんでねそれはあまり続かないかもしれないんですけど、まあとりあえずやってみようかなと思ってます。まあ、眠たいんですよねとりあえずねとりあえず眠たいんですよね。ちょっとね、車の話もね、ちょっとしとかないとダメかなと思いまして、私のね、今これ乗ってるフィット、ハイブリッド、もうね、3年経ちまして、今年の12月で、4年目を迎えますね。で、その次がね、まあ、5年目ということで、まあ、また車検になるんですが、実はね、この車ね、あれなんですよ。あれなんですよ。あれ、出てこないですね、単語がね。あれなんですよ。ローンなんですけども、普通のローンじゃないんですよね。なんかね、半分なんですよ。半分だけ払ったらいいローンなんですよ。あれ、なんて言うんだったかな。コメントなんでね、コメントなんで教えてください。何やったかな。とにかくね安いんですよ1ヶ月の支払いがね、ボーナスなしでね2万円ぐらいでね実はこの車乗ってるんですね1ヶ月2万円ですよ。安いっすよね。ちょっとした携帯電話よりまあちょっと毛の生えたぐらいの支払いですよね。でなんでねそういう風にしたかっていうと、前乗っていたねアバンシアっていう車があるんですが、もうその車でね、もう手放そうかなと思ってたんですね。車をね、持つのをやめようかなと思ってたんです。で、近くにね、タイムズカープラスっていうね、シェアリングカーシステムがあるので、まあそれ、まあ必要な時それを利用すればいいんじゃないかなとかね、思ってたんですけど、まあちょっとうちね、嫁の方もね、車乗りますんでね、なかなかね、そういうわけにはいかなくてね、やっぱすぐ乗りたい時に車がないとダメだなということで、まあとりあえず安い車でも買おうかなということで、まあ車検に行った時にねホンダの営業マンがね、このフィットハイブリッドどうですかと、まあ、最初ねもう第一印象うわーガキっぽい車やなとこの車ガキっぽい車やなと思ってね、全然ねいいなと思ってなかったんですよ。ただね、当時ね、ハイブリッドには乗りたいなと思ってたんですね。もう今ね、もうハイブリッドカーだらけなんですけどね。まあ、当時はまだちょっと魅力があって、一回乗ってみたいなと思ってました。で、まあ、フィットの中でもね、このやっぱ S パッケージっていうのがちょっとでも、他の車と差別ができるということなんで、まあ、それを買ったわけなんですけど、まあそこそこしましたよね。安い車って言ってもね、まあ、フィットみたいな、まあ、クラスの車でもやっぱ250万、250、60万したかな。一番安いのでもね、140万ぐらいですかね。ちょっとうろ覚えですけど。まあなんかね、やっぱ100万ぐらいの差があるんですよね。で、まあこの車買ったわけなんですけど、なんで買ったかっていうとね、やっぱ試乗ですよね。まあ見た目はその時そんなにね気に入ってはなかったんですが、試乗してみてくださいということでね、試乗したわけなんですけど、全然やっぱね走りがね良かったんですよ。
あの前乗ってたねアバンシアっていうのは 2.3 リッターかな、なんか変な数字なんですよね。 2.3 リッターぐらいのエンジンでボディがね結構大きくてね、まああのお世辞にもねそんなに速い車とは言えなかったんですね。まあ乗り心地は良かったんですけどね。でまあこのフィットの軽快さでこのハイブリッドのね、まあ、モーターシステムがさらについてるということでね、いやなんて軽い車なんやと思って、でしかも燃費もね、30リッターぐらい、カタログでね30リッターぐらいということでね、いやもうガソリンもほとんど壊ないし、月ね支払いがボーナス払いもなく、毎月2万円ぐらいで乗れるということでね、まあ5年間乗って、まあ、手放してもいいかなと思うぐらいの簡単な気持ちでね、この車を買っちゃったわけですよね。まあ、もちろんね頭金は入れましたね、入れて、まあ、月2万円ぐらいにはしたんですけども、まあそういうなんかね、もうとにかくね車にもうお金かけたくないなっていう感じでこの車を買ったわけなんですね。まあ、車両価格はねちょっとしちゃいましたけどね、まあそういう感じなんですよ。なのでまああんまりねできたら車自身にね執着心をなくしていこうかなと思ってたわけなんですよね。でまあそれがきっかけでね私のチャンネルね車のレビューが多くなりまして、まあ、知らず知らず、まあ、車の専門チャンネルみたいな感じにはなってるんですけども、もともとはね、こういうねブログスタイルといいますか、まあ、商品紹介っていう感じですかね、まあ、いろんなね、ジャンルでやってたんですね。ノージャンルですよね、まあそんな感じでやってたんですけど、まあ、車にね乗れるチャンスがねなかなかね今日みたいなねこういう天気の悪いね雨の日とかねっていうのは、まあ今雨は降ってないんですけど車のねレビューはねできないんですよね。予定してたんですけどね結構キャンセルはねこの時期多いんですよね。でやっぱり YouTube もねアップロードしないとやっぱりチャンネル登録者数っていうのが増えないんですよね。まあもちろん再生回数もねどんどん減っていくわけで、でまあ、ちょっとどうしようかなということでね、まあ、その時に、まあ、よく暇な時はねよく本買ってね読んだりとか人のブログ読んだりしてるんですけど、最近ねそのケンさんっていう方にね教えてもらった元さんっていうねブロガーさんね、お知り合いがいまして、なんかその人ねなんかすごくてね、まあ、その人の、まあ、ブログをサクサクっと、まあ、読んだだけでもうこの90日間で構築できるということを、まあ、ちょっと学びまして、まあ、とりあえずやってみようかなということですよね。まあとりあえず、まあ、車専門のチャンネルからちょっとね外れてしまうんですけど、まあ、なるべくね車のことをまあね、やっていこうかなとは思うんですけどね、まあそんな感じですよ。まあという感じでね、まあ、カミカミなんですけど、もう編集もしませんよ、本当にね。もうすぐね、コーヒー屋さんに、星のコーヒー、あそこのモーニング美味しいんでね、もうすぐ着きます。Thank you.
はい、こんな感じでした。まあ、ただね、だらだら喋ってるだけなんですけども、皆さん面白いと思った方は、グッドボタンお願いします。そしてね、私のチャンネル初めて見た方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、というわけで、今日から90日間ブログを始めるよということでした。まあ、いろんなね、車の、話も、いずれすると思います。じゃあね、ボーイシュー。